およそ 3km 先 U ターンです。RV パークの受付って下ですね。あ、ここやった。おそらくここや。今回の新作はこちら、カーサイドタブでございます。これがセット、ポイント、こんな感じかな。場所的にマグネットで止めていきます。ボールがね、あるここにマジックテープがついてるから、これにペタコペタコしていくだけです。まあこんな感じです。今カメラの時間見ると10分ぐらいかな、おそらく。ちょっと色地やけど大丈夫じゃん。中はすっかり日陰、あと暑いけど日陰でございます。いや、外よりは日差しがないからマシか。ただ風がゼロやから、無風やから。はい、ありがとうございます。一応ここに鍵の方もあります。はい、もしになるようにちょっと。あ、はい。ありがとうございます。ちゃんと、うん、ちゃんと余分なもの。けどビール2つかな、ビール2つかな、なんか赤ワイン、うん、炭酸、ああレモンサワー、ご飯感じやな。じゃあそれでは夕食を取りに行きましょう。テイクアウトで頼んでました。カレーみたいな、これがハンバーグ、ハンバーグはご飯ないの、下に入ってる、下に入ってる、下に入ってる、うん、ちゃんとサラダです。
ついてた。ドレッシングも。あ、ドレッシング。うん、ちゃんとね、お湯も出るんです。すごい便利でした。で、ここが手洗いなんですけど、何がすごいって、めっちゃくちゃ綺麗なんですよ。ここ一綺麗な。ほら、冷えてたもん。あ、もうそこそこ冷えてる。昨日までみたいな。ぬるかった。いただきまーす。おいしい。冷たくなるよ。それでは、今回この大活躍やったタープの解体作業を説明したいと思います。隣のみんな神戸屋なんて結構近場でいいですね。そうですよね、すごい綺麗ですよね。綺麗ですね。富士祭りって富士ってあのぶら下がってたの、 あれだけ。そうな、メイン鯉なんか焼き鯖寿司って、うん、美味しそうな焼き鯖寿司。お醤油が好きです。で、いや別に俺とってもお前絵になれ花と俺とってそんなに